浦和味噌の駅南側味噌のウィングシティは、埼玉県埼玉市緑区と岩月区にまたがる、浦和味噌の駅周辺の土地区画整理事業エリア。県、市、都市再生機構によって事業が進められている。埼玉市内では、最大規模の土地区画整理事業となっている。主に、以下の4地区に分かれて、計画、開発が行われている。総面積は313ヘクタール。 計画人口は3万1200人。同時期に、県内で大規模な区画整理が行われていた、越谷レイクタウンの総面積は225.6ヘクタール、計画人口は2万2400人であった。町開き直後の浦和美園駅東口浦和美園駅東口区画整理以前には、地区東側の綾瀬川沿いの定地は、田畑が広がり、 植木など干渉用植物の栽培なども盛んであった。住宅地としてはエリアの東端に小立野の大団地があったのみである。また、地区西側の大地には畑が多く民家や農家が点在していた。1924年にハ田岩月間で開業した武州鉄道が1928年には岩月より南下してエリア内の武州大門まで開業しているが、 道鉄道は経営悪化により1938年に廃止された。その後、道鉄道の廃線跡を利用して国道122号線が開通し、1980年には東北自動車道が開通。東エリアに隣接する位置に浦和インターチェンジ及び浦和本線料金所が開設されている。なお、みそのとは1956年に戸塚村、大門村、 野田村が合併し成立した北足立郡味噌の村に由来し、1962年に浦和市と川口市に九州合併され消滅した。合併後も浦和市において、旧味噌の村域は味噌の地区と呼ばれることもあった。土地区画整理事業は、1985年度に浦和市沿線地域整備構想の策定が着手され、ついで1986年度に、 岩月市沿線地域整備構想の策定も着手されたことに始まる。1993年度には国際アメティタた運行総基本方針及び推進方策の検討が行われ、1999年6月に都市計画決定がなされた。2000年3月の事業にンカを経て、2001年11月20日に非公式を挙行。2002年5月、 地域愛称を公募の結果、あやの国ウィングシティに決定。そして、平成18年4月、町開きが行われると同時に、味噌のウィングシティに改称された。この間の2001年3月には、埼玉高速鉄道線が開業。2001年10月には、エリアの北側に埼玉スタジアム2002がオープンし、2002年には、埼玉スタジアム2002にて 2002FIFA ワールドカップの、 試合が行われている。もともと、綾瀬川周辺は、田畑が広がっていったことから、造成完了後も、地盤を安定させ地盤沈下を防止するために、数年以上度を持っていた。そのために町開きからしばらくしても駅前にはさらちが、目立つ状況が続いた。2010年頃から国道463号より、南の宅地化が進み、2013年秋頃には、 国道北側の浦和岩月線、岩月南部中央通り線などの幹線道路が開通。2014年には東西を結ぶ美園北陸橋が開通し、宅地や商業施設の建設が始まった。2015年には順天堂大学病院の誘致が決定し、北側の整備が急速に進んでいる。かつては綾瀬川と並走するようにつて右側が流れていたが、 現在は区画整理地内は完全に暗居となり、宅地や大門下池調節地などに転換されている。センターフィールド、浦和味園国際工業バスジャパンタローズの越谷駅、西口浦和味園駅間の路線は2018年7月1日付で休止。浦和味園駅東口複合施設各地区の施設の港を参照。ありがとうございます。